皆さん、こんにちは。小川です。2023年度、ルヴァンカップ準々決勝、ガンバ大阪対浦和レッズの試合が終わりましたので、早速その振り返りと分析をしていこうと思います。ガンバ大阪のスタメンはこのように発表されていました。代表のラビ選手に代わって、石毛選手がスタメンに入りました。山本選手がアンカーになり、石毛選手とダワン選手のインサイドハーフのコンビとなりました。 ウイングのアラーノ選手とメッシュの選手がそれぞれポジションを入れ替えました。それに合わせてダワン選手がアラーノ選手のいる左サイド、石毛選手がメッシュの選手がいる右サイドのインサイドハーフに入りました。守備時は442のようなフォーメーションを採用することが多いガンバですが、この試合は451のような形になっていました。理由としてはダワン選手が浦和のボランチの岩尾選手にほぼマンマーク気味でつくためです。 ダワン選手に代わって石毛選手がボランチの位置に入りました。このような再配はあまり今までなかったと思います。ボール出し力のあるダワン選手をマンマークにつけるというのは、それだけ岩尾選手のことを警戒していたのだと思います。ただ実際にこのマンツーマンが効いていたのかどうかというのは微妙で、岩尾選手がボールに触る機会はかなり少なくなっていましたが、もう一人のボランチの安井選手から組み立てのパスを供給されてしまっていました。<noise> 一方、浦和の先発フォーメーションはこのように発表されていました。4231のフォーメーションです。平日のカップ戦ということもあり、スタメンを7人ほど入れ替えて、普段出場機会が少ないメンバーが中心の構成となりました。守備時はこのように442になります。 浦和の守備はほとんど激しく最終ラインにプレスに来るということはありません。最終ラインはボールを持たせてもらえる代わりに、後ろにたくさんの選手が待ち構えているので、ロングボールで攻めることができません。ですので、最終ラインからビルドアップをして崩さないといけないのですが、浦和のこのブロックはかなり強固で、今シーズンリーグ戦での浦和の堅い守備を支えています。 前半はガンバがボールを持つ展開が続きました。ツートップはアンカーに、裏側のツートップはアンカーに入った山本選手へのパスコースを常に消しており、ガンバのセンターバック、両サイドバックでボールを回しながらビルドアップの機会を狙います。前半のガンバは右サイドを中心に、まあまあうまくビルドアップできていたと思います。 キーマンになっていたのは石毛選手で、ののこの場所をを狙ってて起点を作ろうとしています。石毛選手がマークされている場合はそのポジションをメッシの選手が最終ラインの手前まで降りてきてボールを受け高尾選手や石毛選手と三角形を作り崩すことができていましたサイドバックが上がる時間を作ることができればインサイドハーフも合わせてサイドで数的優位を作ることができます しかし、アタッキングサードに侵入しても、なかなか得点を奪うことができません。前回の試合ぐらいからですが、攻撃時選手たちがやや思い切りに欠けているような気がします。シュート,ンシュートチャンスがあっても、パスを選択してしまい、結局、良い形でシュートを打てないというふうな局面が何回か見られました。前半は0対0で終わりました。後半の立ち上がりに一瞬の隙を突かれて、浦和に先制されてしまいました。 浦和のの選手のシュートは素晴らしかったです浦和は先制すると逆にこれまで引いて守っていたところハイプレスを仕掛けてくるようになりました焦るであろうガンバに対してハイプレスでボールを奪って2点目を奪ってしまおうという作戦だったのだと思いますしかしガンバとしてはハイプレスに相手に出てこられる方がやりやすかったようにも見えますカウンターからさらにガンバを決定機を作りましたしかしそれでも点を奪うことができませんでした 宇佐美選手、山見選手を交代で投入し、攻撃の出力を上げようとしました。この試合の宇佐美選手はあまり動かず、良い距離感で味方からのボールを受けられていたというふうに思います。宇佐美選手に関して言うと、変に宇佐美選手自身が動くよりも、あまり動かない方が、周りの選手が動いて、良い距離感を作ってくれるというふうに感じました。一方、山見選手はこの試合は右サイドに入りました。 山見選手も明志野選手のように左足でもいいシュートがあるので期待しましたがこの試合では結果を残すことはできませんでした結局そのまま得点を奪うことはできず1対0で敗れましたこの試合をまとめて振り返ってみるとまずはなかなかチャンスを決めきることができない決定力不足が大きな課題だというふうに感じました今期のガンバはフォワードの選手の得点が少ないです このシステムですとフォワードの選手は点を取ること以外のタスクの方が多いのでそれに加えて点を取るというのは大変だとは思いますがちょっと寂しい数字だなと思います2つ目は浦和の選手に対してガンバの選手がフィジカルで劣っていたなぁと感じるということです ガンバの選手は暑い夏の間もほとんどスタメンが固定されていて、そのメンバーが中3日の平日のゲームに出ていたので、コンディションがあまり良くないのはわかりますが、浦和の選手が控え中心のメンバーであったことや、その中でもレギュラー格で多くの試合に出場している秋元選手にフィジカルで圧倒されてしまう場面が目立つなどといったところには課題を感じました。 一方良かったところとしてはこれはホームアンダーウェイのカップ戦あるあるですが終盤にリードされているということでちょっと前がかりになってしまった時に何とか失点せずにこらえられたことですホームでの1戦目の終盤はどうしてもホームのサポーターの前で得点を見せたいという気持ちになって前がかりになってしまうのですがホームアンダーウェイの戦いなのでまだ半分が終わったところです むしろホームで2失点してしまうと次の試合がとても難しくなってしまうところでした。次の試合はガンバが90分で2点以上取って勝利すれば準々決勝突破ということになります。90分で1対0でリードの場合は延長戦。それ以外の場合は敗退になります。 この試合は浦和の良いところがよく出た試合だったとは思いますがガンバもチャンスを作れていましたし決めきることができれば準々決勝を突破することも十分可能だと思いますつい先日オリンピック出場を決めたバスケ男子日本代表のように粘り強い戦いで手強い相手にも勝てるように頑張ってほしいです今回はここまでですこの動画をよ見てよかったと思っていただけましたらコメント高評価チャンネル登録をよろしくお願いします 今回もご視聴いただきありがとうございました。